三人長美の刃の手乱世を打ち払わん。このご上限で曹操との真意を決する。みんな私に力を貸してくれ。この手を示す正義の達成正義の歯を競う英雄は貴様か。だが最後に勝つのはこの勝負を取れよう。兄者の大使の場だけを示し力を尽くす。運長、今ここに青龍と名乗る。さて、そろそろこれは諸軍を誘い出してみようか。敵を示す敵が動きを見せる。敵を示す慎重に動かしてください。射程内投石隊攻撃を開始。諸軍を迎撃せよ。もっと味わうがいい。それでしまいよ。投石ね、指揮する将に降伏してやればいいですよ。参る。我が気を示す。なれ。投石なんぞで俺様が止められるかよ。待ってやがれ、すぐに打ち伸びしてやら。我が気を示す。敵の要所をぶっ潰す。なれ。天空に行くぞ。せいお、せい、私の策を受けてもらう。みんな動揺するな。せい、崩れなければまだ挽回できる。先端を開かれ。戦わなきゃ。おお、いいね、頑張んな。さすがのご活躍よ。もっとも俺の称賛などお見逃しですかな。彼の地を攻め、なれを接収。天空の刃を皆進め。我が自由で葬ってくれるわ。なれ、天空の刃。どうもならん。見事な武勇、恐れ入りました。自分こそ葬儀を守る鉄壁の砦。葬式を参る。我が気を示す。策を指揮する者を狙う。それが長道の時に受けて敵の来襲は覚悟の上よ。OK。 なれ、天空の刃。耐える。我が手を示す。聖
敵の攻勢もなかなかのものだ。だが材料はまだまだある。やってくれるぜ。さすがは兄者だ。ようこそ諸君の皆さん。さあこの超春雷の前美しく散りなさい。この俺が全て叩き切ってくれるわ。すっかり遅くなっちまったぜ。さて俺の見せ場は残ってるかなっと。この手を示す。ご連れできた加藤家は義軍の中核。彼らを倒せばこの手を示す。おいおくじけるでしょう。これより敵本陣へと猛進する。見て確信を。いざ参らん。承知しました。敵陣の強襲必ずや成功させましょう。ここが勝負どころってやつだな。ますます気合がみなぎってきたぜ。突破する気か。そのような蛮勇俺が打ち砕く。見事な武勇。恐れ入りました。ああ、遅れちゃったよ。その分は一気に取り戻さないとね。この剣戦うぎすべて倒せ。受けてみる。先端を開く。私たちも戦わなければ。戦は知略でするものだ。知るがよい。やってくれるぜ。さすがは兄者だ。私の策受けてもらう。気をつかれて早く手を打たねば。それは可能性。ここであってないあんた。私は覚悟。お相手を願う。おいらが相手だ。王様様の部分は行かせねえぞ。燃えよ精霊。楽しい。そろそろ弱いか。
い。頭が真っ白です。俺の称賛などお耳汚しですかな。
端を開く。私たちも戦わなきゃ。なれ天空の矢。なれ私の作の矢受けてもらう。何にゃ裏をかくとなれ天空の矢。などお耳汚しでしたな。ここに倒れた。みんなよくやってくれた。私たちの勝利だ。